はいどうも。最近マントル投手が全くハマらないミストです。はい、本日はですね、こちらのラオウのね追加によってマントル投手のね環境が若干変わりつつある中でですね、まあ前からねラオウとね似たような性能を持ったキャラクターがいるんですよ。はい、まあねもう画面に出てると思うんですけど、こちらのマグロですね。はい、このマグロとラオウをね比較していけたらいいかなと思っております。まあそれぞれね長所短所持ちつつ、似たようなってなんだ、似たようなところも多々持っていますので、まあね皆さんと一緒にね見ていけたらいいかなと思っております。まあそれで最終的にねマグロで OK ってなればガチャもね無理して引かなくていいかなとも思いますんで、はい、まあぜひねゆっくりしてっていただければ幸いでございます。はい、ではまずラオウの方から見ていきましょうか。まあまずねパッと見で金徳を持ってるってところはね大きく違うところですね。はい、まあ私もまだ解放できてないんですけど、はい、解放していくとねレベル50になればスペシャルタックボーナスが 60% で、45で試合経験点ボーナスというところですかね。で、固有でタクボと練習効果アップで筋力ボーナスが35で8つきますというところが特筆すべきところですね。あとは地味にねここ気づいてないと思う、お気づきじゃない方もいらっしゃると思うんですけど、骨イベント率アップ持っております。これマントルには非常にありがたいことですね。はい、っていうところですかね、大きく言う特徴で言うとね。はい、で金徳エースの風格ですね。はい、かまあ街道を選べるんですけど、新街道を取る編成でない限りはエースの風格を取ることをおすすめしております。こちら金徳査定めちゃめちゃ高いので、復活マイブレギアチェンジと同じ査定を持っていますので、取れるだけでかなりのね査定を伸ばすことができます。ただ金徳が不確定というのがねちょっと残念なところではありますね。まあ、ただ私数回使ってますけどね、球速140台でも全然成功してるんで、金徳成功率は個人的には高めなのかなと思っております。はい、でイベントのねところを見てみますとね、総じて体力消費が多いんですよね。はい、ここはちょっとねデメリットになるのかなと思っております。はい、っていうところが大きな特徴かな。うん、まあコンボ等はないので、まあ単体で使っていくことになるとは思うんですけど、うん、そうですね、まあコツで言うと伸び、重い球、打球反応、球持ちという感じになっております。まあ、ただね、金徳を持ってる、多々持ってるキャラクターからはね、コツを入手しづらいっていうのがね、まあ、若干の短所にもなるかなと思います。未だにね、ラオウからコツもらえてないですね、ろくに。うん。まあ、もらえればね、伸び、球持ちとかね、もらえたら非常に強いと思うんですけど、まあ、なかなか、この金徳を持ってるキャラからもらえないっていうところで言うと、まあ、短所になってくるのかなと思っております。はい。まあ、大きく言えば、こんな感じですね。はい。じゃあ次、マグロ見ていきましょう。はい。まず50になると、練習効果 30%。まあ、これが、まあ、一番でかいかな、正直。うん。で、精神ボーナス、解放していくとね、6までつきます。はい。で、35で練習効果が 15%。うん、で、ラオウと違うところで言うとね、得意練習率アップ 15%。うん、これもこれでね、やっぱりダイナマイトを踏む上ではね、マントルってね、ありがたいところにもなってきますよね。はい。で、まあ、精神ボーナス4が、解放せずに持っ、あ、4か、そうだね、4が解放せずに持ってるという感じですね。うん、基礎ボーナスがラオウと比べると、精神ボーナス6というところでね、まあ、まず筋力と精神というところは違うんですけど、そこが最大に低いというところですかね。はい。で、初期評価がね、35の時点で、70ですね。でもレベル5で70つくってすごいですね。はい。70持ってるというのはね、かなり高いところかなと思っております。うん。で、細かい違いなんですけど、ラオウがタグボ 50%、というところに対して、こう 45%、まあ、5% マグロが低くなっております。で、スペシャルタックのスタミナ2っていう、まあ、スペシャルタックのね、スタミナ増加量ですね。ここも、ラオウと比べて1低くなってるっていうところですかね。はい。うん、まあ、そんな大きな違いではないですけど、
まあ、塵も積もれば、なんちゃらというところで、まあ、若干は大きく、うん、たくさん踏んでいけば、ちょっとは下がれてくるかなというところになりますかね。はい。で、金徳、復活。これも査定ね、さっき言ったと思うんですけど、同じでございます。はい。で、さらなる長所として、イベントね。イベントが、まあ、ラオが4つに対して、マグロ3つで終わらせることができます。まあ、3つで終わらせて復活を取るっていうのがね、あの、マグロを入れる際の、うん、立ち回りになると思うんですけど、はい。で、その上、イベント、福井部の選択肢によってはね、回復っていうところもね、取れるんで、うん、金徳乾燥率も高くて、イベントの体力消費もなく、しかも回復も取れるっていうところが、まあ、マグロのね、長所になってくるのかなと思っております。まあ、あとはさっきも言いました、初期評価の高さですね。うん。これはね、早くタックを起こすことだったり、まあ、ダイナマイトをね、踏む面では非常に有力なのかなと思っております。はい。っていうね、ところでね、難しいっすよね。まあ、使ってみた感想をね、まあ、二つともね、二キャラとも、使ったんですけど、マントルにおいて。マントルってね、なんだかんだね、筋力はね、余るんですよ。うん。まあ、あの、深海道をね、取るとか、まあ、そういうところではまあ変わってきますけど、基本的に深海道を取らなければ、筋力ってね、まあ、普通にやって普通にハマってれば余るんですよね。っていうところで、ラオウのね、筋力ボーナスってとこが、ちょっと、うん、マグロと比べると劣るかなと。やはり、精神ポイントの方が、まあ、足りなくなることありますし、うん、まあ、これもね、あの、貯蔵庫の立て方によっては変わってくるんですけど、基本的にやっぱ精神で足りなくなるんで、うん、まあ、難しいっすよね。だから筋力と精神どっちが大事かって言われたら、自分は精神の方が、まあ、若干、うん、大事なのかなと思っております。うん。まあ、デッキ編成によるっていうところがね、正直なところなんですけども、うん。まあ、あと、マグロはね、金徳確定っていうところで、ラオウとね、不確定のっていうところで差をつけられますし、うん。まあ、解放、どっちがしてるかっていうのも大事ですよね。マグロは45まで解放すれば精神ボーナス6つくのに対し、ラオウは試合経験点ボーナスが 10% つくんですよね。うん、これも、どっちが大事かって言われたら、もうどっこいどっこいですね、正直。うん、試合経験点ボーナス、まあ、マントル投手においたら、まあ、大きいっちゃ大きいですけど、まあ、そこまで大きく点が変わることはないので、うん。だからこの精神ボーナスが1に上がっていくのも、正直、どうかなっていうのもありますので、うん。まあ、判断が非常に難しいです。はい。ただ、50になった瞬間ね、このマグロ、練習効果 30% がドバッと一気につくんで、こうなってくると、自分はマグロの方が強いんじゃないかなと、思ってしまいますね。うん。50であればね、まあ、50を持ってる人なんてそういないと思うんですけど、50になれば、マグロの方がね、ちょっと抜けるかなと思っております。逆に、35であれば、ラオウの方が強いかなと思いますね。うん。やっぱり固有がつくのもでかい。しかも筋肉プラス8が一気につくのもでかい。うん。35で見たときは、やっぱり、ラオウですかね。うん。経験でボーナスはそこまで大きく影響を及ばさないんで、うん。逆に50でタグボー 60% っていうのも別にそんな大事でもないんで、うん。解放しなくてもなかなか強いっていうのがラオウの長所でもあるかなと思っております。うん。だからまとめると、30解放してないならラオウ、解放してるならマグロっていう感じですかね。まあ、特に50。マグロにおいてはね。うん。45で見たときも、いや、難しいな。そこが一番難しいな。45で見たときがね、難しいんですけど、やっぱりね、金徳ってね、乾燥しないと、まるで意味ないっていうところもありますので、そういっ
ったところを考えるとやっぱり金徳確定で、しかもイベント3回しかないマグロっていうのはまあかなり強いのかなと思っております。うん、まあ金徳成功率、まあラオウも高い方だとは思ってるんで、まあそこも踏まえてどう判断するかっていうとこですよね。うん、ただあのラオウ入れてねサクセスやってみた時に通さなきゃいけない壁がね、ラオウを含めて多いんですよ。うん、まずイベントの感想でしょ。で他にも不確定キャラがいるんですよ。オクタビア、ヤミノ、ドウエ、そしてラオウという不確定4人はね、結構メンタルきますよ。うん、というところでね、やっぱり安定感あるのはやっぱマグロなんですよね。うん、ただちょっと攻めるであればラオウっていう感じです。うん、たらもうこれ私の個人的な意見ですよ。個人的な意見で結論を述べさせていただきます。はい、最大値はラオウ、安定感はマグロですね。はい、っていうところだと思います。うん、まあ、あとは金徳、さっきも言いましたけど深海道を取るとかね、あのデッキのパターンがね、あのマントル投手多々ありますので、まあ、そのねマントル投手のパターンの動画も、過去を撮っておりますんでね、そちら見ていただければ幸いかなと思っております。うん、なので、うん、それに合わせる感じでいいんじゃないかなと思っております。うん、だから正直私は、まあ、爆弾発言をすると動画投稿しなかったらまあ、うん、ラオウガチャは引かなかったかなとも思いますね。あと無課金美課金だったら引いてないです。はい、っていうとこもありますね。うん、マグロでいいかなと思っちゃいますね、正直。うん、でさらにプラスで言うと、自分はねやっぱこのデッキがね、これに同様を借りるデッキがね やっぱり強いかなと思っちゃうんですよね。どうしてもねラオウマグロを編成するってなると相棒を入れる枠がなくなっちゃうんですよね。はい、っていうところもね、やっぱりマントル投手のねデッキ編成がいろいろあるっていうね、非常に面白いところだと思いますんで、はい、まあそういうところも考えながらね、このラオウとマグロどっちを使うのかとかいろいろ考えていただけたら幸いかなと思っております。うん、難しい、もうどっちも強いしどっちも、うん、悪いところもあるし、はい、っていうところなんですよね。はい、だマグロで言うとね、別に弱点がないんですよね、正直。うん、弱点っていう弱点はないですけど、やっぱり解放しないとちょっと物足りないっていうのは、まあ、強いて言う弱点ですかね。うん、ラオウは、単体性能が非常に高く、うん、ただ、金徳不確定等があるのが、ちょっと怖いところでもあるというところですかね。はい。っていうね、うん、感じでございます。ちょっとごちゃごちゃした動画になっちゃったと思うんですけど、皆さんは、どっちを、使うべきだと思いますでしょうか。そこはねちょっとコメントでいただけると嬉しいですね。やっぱ分かれると思いますよ。マントルはね、まず相棒を使うか使わないかで、その次にどういうデッキにするかしないかっていうところ、うん、彼女キャラもね誰使うかとか分かれますし、非常に、うん、非常に面白い、うん、っていうところでね、はい、この動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。はい、では失礼します。See you.